チャオー、あっちゃんです。今日は、2017年、第1回あっちゃんに質問コーナーの第2弾、お答えしていきたいと思います。では、タイマーまた30分ぐらいセットしておきます。タイマー30分、わかりました。おい、タイマー30分。あれ、無視された。はい、30分でセットしました。では始めたいと思います。今日、ポップポップさんの、ネットがつながりにくい環境になっただけで、デーデーしながら子供のご飯も用意せずに慌てて出かけていったり、負けないって言いながら泣いたり、これは神様の試練だとか言ってたけど、ネット依存症なの？ネットがつながりにくいだけで神様の試練って舐めてんのか。別に舐めてないけど、神様はいろんな試練を与えるのね。世の中で ある試練っていうのは、すべて神様の試練。それを乗り越えることで、自分の魂スキルが上がっていくらしいねんね。だからあっちゃんはいつもその、何か辛いことがあったり、何かね、嫌なことがあったら神様の試練やと思うことにしてるの。で、ネット依存症っていうか、あっちゃんね、お仕事ネットでやってるから、オイルの注文、オイルの問い合わせ、すべてネットなんね。で、あっちゃん目悪いから、携帯からメールを返すのがすごい苦手なんね。だから、パソコンがないと無理な。だから、子供を、食わしていくっていうか、子供を養っていくためには、お仕事しないとダメ。お仕事するにはネット環境がなかったらダメなんね。結構みんなね、あっちゃんお仕事してないとか、働きに出ろとかけど、働きに出てさ、アルバイトでいくらもらうのとネットでいくらもらうのの売り上げが変わらへんのやったらネットでした方が自由度が高いやん。だからあっちゃんはそれを仕事として選んでるだけ。だから、ね、まだね、もうね、インターネットが普及して20年近く経つかな。あっちゃんやってた、まだね、パソコン通信っていう頃からあっちゃんはネット環境でお仕事やっててんけど、インターネット、WWW、ワールドウェブブラウザーか。なんかあって言ってインターネットが普及した頃のね、もう初期からやってるから、インターネットでお仕事するっていうのはもうあっちゃんの身に体についてることやから、それも未だにね、もうインターネットが普及しだしてもう20年近く経つか、20年経たへんか、10何年経つけど、せやね、15年ぐらい経つよね。もっとかぐらい経つけど、だから電話、この電話の線をモデムにつないで、ね、そこからダイヤルアップでプル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 って電話呼んでやる頃からインターネットやってんだけど、だから未だにね、インターネットに関係したことで偏見が多すぎると思うのね。だからね、お仕事なんです、あっちゃん、インターネット。だからインターネットを切られるというか、インターネットの線がなくなることによって、まあこれもだけど、なくなることによってあっちゃんはお仕事ができなくなっちゃうのよ。だからね、依存症とかいう問題じゃなく、インターネットでね、お仕事してるから仕方ないんです。で、インターネットでお仕事するとね、24時間ね、受付嬢がいてんのと一緒なんね。だから、24時間営業してます、インターネットショップって言っても嘘じゃないの。24時間いつでもお客さんは注文できるから、それがインターネットの便利さやねんけど、そのね、便利さ、利便性を利用してお仕事するっていうのはすごいいいことやと思うから、あっちゃんそれはお仕事やと思ってます。はい、もちろんね、インターネットで他のこともするけども ね、もうインターネットがなかったら生活できへん状態になってきてるからね。特にね、インターネットでお仕事するとね、奈良のこのクソ田舎の山奥に住んでても、で、東京都内のね、一等地にお店出すのと同じなんよ。同じ土俵で戦いのね、インターネットっていうのは。ただ、実店舗を持つと、ね、奈良と東京都でも売り上げが雲泥の差なんね。だからって東京に出したらすごい費用がかかる。でもインターネットは東京の一等地でインターネットの、事務所を構えようが、奈良のこの田舎で構えようが、経費は全然ちゃうのに売り上げは変わらへんの。それが可能なんがインターネットビジネスなんです。はい。だからあっちゃんにはお仕事なんですね、インターネットは。はい。で、次。キャンディーみっちゃんの、質問。じゃあ、もしセルフでヘアカラーしてるなら、ヘアカラーのメーカーと品番を教えてくだされ。とてもツヤツヤサラ、ツヤサラで綺麗な髪色なので気になります。よろしくお願い。ありがとうございます。あっちゃん、これね、美容室でやってもらった。美容室で、カラーリングでいっちゃん明るいやつって言ってやってもらったんね。で、それでプリになってきたから、その分を前と同じこの毛先に色合わせてやってもうたからね、なんか分からへんねんけどね、部屋から時々セルフカラーもやんねんけど、
薬局行って並んでてパッケージで可愛いとか、あこの色可愛いっていつもノリでやるから毎回色違います。はい、うん、これ今回何やろね、結構まあ美容室でやったから、美容室でいっちゃん明るいやつって言ってやってもらったか分かんない、ごめんなさい。はい、次、小馬健さん、今宮恵比寿に行ってきます動画のコメントや評価について何か感じるものはありましたか。コメントね、ネット環境が整ってない状況やからまだ全部が全部読めてないねん。すごいコメントあってん、うん、で、携帯から読むのやっぱり苦手なんね、目が悪いからだから読めてないねんけど、うん、すごいねいいコメントもあったし、ただ単にひどいコメントもあったし、まあバラバラ、まあいつものことかなと、うん、いつもあっちゃんねゴミ箱動画も全部読ませてもらってんのよ、うん、だからいいコメントはやっぱりねありがたく受け取らせてもらってるし、もう変えようのないもの、見た目とかね、そんなものは、どうしようもないか仕方ないなと思って、で評価はね、まあ、あっちゃん一切気にしてません。評価あっちゃんが別に隠してるわけじゃなく、視聴者さんからね隠した方がいいよって言われて隠しただけのことで、で低評価はまず参考にしてません、うん、で高評価は、高評価の数はいつも少ないねんけどもね、高評価もあっちゃんがね評価のボタン押さへん人やから分からへんのよ。いちいち動画見ていいとか悪いとか判断する人じゃないから、別に人のした判断っていうのはあんまり気にしてないのね。だから評価ボタンは気にしてないんで何とも思わへんけど、動画のコメントはねいろいろ考えたり考えさせられたり、ね、いいコメントあるなと思った、うん、小馬健さんと一緒やと思う、うん、中にはひどいのもあったけどねって言うとその通りです、うん、まっちゃんもそう思った、うん、でコメン、去年のゴミ箱動画のコメントは見ないでぽい、正確には非公開にしてやるけどねしちゃったみたいだから、そ全部読んでんのよあっちゃんは、うん、読むのは読んでる、うん、みんなにはね約束でこれはゴミ箱やからぽいしますとは言ったけどもね、やっぱりいい意見もあるから読ませてもらってます。はい、でやっぱ差別的なもの、YouTube に違反するものはちゃんと報告もさせてもらってます。はい、で結構ねやっぱりね一回ね動画のとこ見てもらったら分かると思うねんけど、報告するところにね、性的マイノリティを差別する発言は YouTube 禁止してんのね。特に日本だけじゃなく、あれ結構アメリカとかフランスとか結構厳しいから、あれやねん、そういうとこはやっぱり YouTube はシビアになってるみたいやから、そこちゃんと報告はさせてもらってます、うん、やっぱりね性的マイノリティがやっぱり表に出てほしいし、あっちゃんだけじゃなくね性同一性障害で悩んでる人がいっぱいいてるから、その人たちもねちょっとでも勇気づけられたらなってあっちゃんも思うし、あっちゃんもその人たちと交流ができて勇気づけられたいなっていうのもあるしね、うん、だからそういうところでひどいコメントはあっちゃんは報告するようにしてるのね。うん、だからちゃんとコメントは読ませてもらってます。はい、そのところ教えて、ああはいはい。で、まさか目を通してないなんて言わへんそんな。はい。そんな野暮な会社はなしだと もちろん。はい。ね、だからね、うん、ちゃんと読ませてもらってますよ。うん。だからね、またね、みんなのコメント欲しいなっていう動画をね、この動画はね、1月の、サリーさんにカレンダーもらったのにそれ見ながら2月言うてるわ、1月スヌーピー雪降ってるとこ見ながら、はい、ジャニワリーって書いてあるのにね、の12日の夜じゃない、13日の朝0時50分な今だから、13日の朝にみんなのまたご意見バーン言ってみんなからコメントもらう動画作ったから上がってるはずです。これは多分14日か15日ぐらい上がる予定なんでね、回線のあれなんで分からへんねんけど、そのあたりにあげるんで、うん、まあ、読ませてもらってます。ありがとうね。うん、で、KK さん、あっちゃん久しぶりです。質問初めてです。ありがとうございます。はい。あっちゃんの一番好きなチーズは何ですか？あっちゃん一番好きなんね、一番って言われたら難しいねんけど、一番好きなんやっぱりね、ブリ、白カビの、モッツァレラチーズの、あ、モッツァレラじゃない、ごめん、カマンベールチーズみたいな感じやねんけど、もうちょっとね、クリーミーで癖がそんなにないのね。カマンベールちょっとほろ苦いけどすごくね美味しくて、ブリーチーズっていうのがあるの、あれが一番好きやと思う、うん、でけどもね気分によってはウォッシュ系のちょっと臭いのも好きやし、ブルーチーも好きやしやねんけど、ミモレット
言って熟成のちょっとハード系のオレンジ色で、ね、の好きやし、パルメザンチーズの超熟成36ヶ月とかの熟成したやつを、ね、削るんじゃなく切って食べたりするのも好きやから、もうチーズは全般好きです。うん、でもね、やっぱり一番好き何かって、人生最後に食べるチーズ何って言われたらブリチーズです。はい。チーズ大好きやね。ありがとうね。チーズ食べたくなってきた。はい。うさぎたん、はい。今年はお餅を何個食べましたか？私は3個。あっちゃんね、何個食べたやろ。お正月だけでね、20個近く食べてる。1食だいたい3個とか食べるからで、朝昼晩とか食べたり、4日の日も食べたし、でご飯の合間に食べたりとか寝る前とかに食べたりしたからね、結構20個近く食べた。だから1キロ入りの3袋買ってやってんけどなくなっちゃったもんさあ家族で食べてね、うん、めっちゃ食べたよ今年は。今年で去年はね餅つきせえへんかったから、うん、買ってきたんよ。はい。嫁ちゃん、あっちゃん質問、はい、2017年新しくやってみたいこと、チャレンジしたいことなど教えてください。うわー、なんやろ、新しくやりたいこと、いろいろやってるけどね、新しくまだやってなかったやりたいこと、何やりたいかな、難しいな。やっぱりね、全国制覇、行ってない県に行きたい。まあそれはね、去年も言ってるからけど、なんか新しく考えて、新しいことやってみたいことね。なんやろうね。難しいな。はい。ね、踊ってみた系の動画を撮ってみたいかな。はい。やりたいことはいろいろあんのよ。あとね、もっともっとそのね、楽しいことしたい。なんかね、やりたいことあるけどお金かかっちゃうことが多いから、ガチャコンプリートするのに何歩かかったと、何個出したとかさ、あんなもやってみたいんだけどお金かかっちゃうから、だからあんまできへんかったりね。結構やっぱりもうこうやって楽しいことやりたいからね。はい。実験的なもの、やってみたいなと思う。ね。あとね、今までやったことない人生初をいろいろやっていきたいと思うからね。人生初って面白いなと思ったらやっていきたいと思います。またいろいろ今年はいろいろやっていくんで楽しみにしとってください。はい。トムさんっていうのかな。はい。質問です。はい。ありがとうございます。初めて会われた人に、あなたは神様がついてるよってブログに書いてましたが、あ、はいはい、その神様はまだあっちゃんについてると思う。あっちゃんについてる神さんってギリギリの神さん、すぐにね、あっちゃんを助けてくれたりするんじゃなく、ギリギリになったら手助けしてくれるの。だからお金がなくなって、あ、もうダメだってなったら、ギリギリな時にお金が入ってきたりとか、納期が間に合わない、もう無理ってなった時にヘルプの手が来たりとかね。あとね、なんかで、こう、なんかトラブルが起こって、そっから、くってこう振り返った瞬間に目の前で事故起こったりとか、乗る予定の、バスが事故したりとか、そういうのであってね、ギリギリで助けてくれる。で、お仕事でもそう、もう、わ、今月これ資金繰り行き詰まったなっていう時があったりしても、ギリギリになったら何か入金あったりとかね、そういうギリギリなことが起こるんよ。それをね、あなたにはギリギリな神さんがついてて、その神さんツンデレで、ツンデレっていうかね、なんていうのかな、いつも助けてくれるんじゃなくて、ギリギリになった時にだけ助けてくれる神さんがあなたについてるよって言われたんよ。だからまだついてると思う。未だにやっぱりね、こうずば抜けていいことはないけど、ギリギリになった時なんか助けてくれるからね。はい。ギリギリじゃなくね、常に助けてくれる神様になってくれたら嬉しいねんけどね。はい。メロメロメロさん、はい。台所の年季の入ったダース食べましたか？あったね。はい、もう忘れてるよ。また、あれ、多分食べられへんと思うよ。食べたい人掘ったらあげます。はい。ただの条件として動画撮ってください。はい。
誰もおらんよね。はい。マジレスします。覚えてたら捨てます。じゃあ、ほんまはあれね、中身開けて、どんなんか見て、動画撮ろうと思ってんだけど、台所寒いし、めんどくさいし、なかなかやってない。またいつか撮るわ。いつか撮るわ、言ったらまた忘れるけどね。はい。で、黄色いカゴ、焦げてませんか？焦げてないのよ、あれが。そう、なんでか知らんけど、焦げてないねんけどね。あれね、捨てろ捨てろと思うんだけど、なかなかね、捨てんの忘れんねん。で、朝ゴミ来るでしょ。前日に入れときゃいいねんけど、もうねっちゃねっちゃなんね、油で。もう触んのも嫌やから、触りたくないし。で、触らへんかったら捨てられへんし、またいつかでいいか、またいつかでいいかってなって、結局捨てられてないね。じゃんならへんしね。あっても別に。まあ、いいか、みたいな。そんな感じです。で、泣き顔世界にさらし恥ずかしくないですか？なんもないね。あっちゃん、羞恥心ないのかな？恥ずかしいと思わへん。あんまりね、恥ずかしいと思ったことがないですね。マイクこっちだ。あんまりね、恥ずかしいない。っていうか、誰だってさ、泣くやん。泣くねから、それを隠して泣くっていうのはおかしい。で、怒ること。誰かって怒るやん。怒ることを裏で怒る。おかしい。で、ね。だから別に世界にさらそうが、陰でやろうが、みんなやってんやん。だから、こんなのは別になんとも思わないです。はい。美容院行かないんですか？まだ行かない。あっちゃんいつも美容院は1年に1回な。1年に1回やねんけども、もう髪の毛がね、どうしてもすごい癖毛なんね。ビルンビルンビルンってなってきたら、もう気に入らんから行くねんけど、まだこの辺ストレートでしょ。いつもこれね、下までストレートするんだけど、多分ね、この状態でね、今ここ、デジパーってだからちょっとこの辺広がってるけど、多分ね、ストッパーだけやったら、もうこの辺で切ったら、もう、あれやから、多分1年は行かへんと思う。だから去年いつした？ 8 月頃。もうちょっと早くかな。まだでも当分行きません。はい。まだもうちょっとあるのかな。あ、まだある。ごめんごめん。オフ会の時間で行けると思いますが、オフ会各所での撮影、オフ会時間で行けると思いますが、オフ会行くのと美容院行くのとまた違うからね。だから、別にね、時間あるから行くとか、時間ないから行かへんとかじゃなく、年に1回、髪の毛がどうしてもね、ぐるんぐるんになった時に行くの。で、最終ね、あれすんの、ヘアアイロンで伸ばすん。それでももう収集使いになったら、美容院行きます。はい。オフ会各所で撮影の許可は当然取ってます。はい。一応ね、声はかけてます。神様、神様とおっしゃってますが、神様は綺麗好きだから部屋が綺麗なところによく行くそうです。あ、そうなんや。でもね、神様は汚いお部屋にお迎えするのでしょうか。そうです。神様はね、お部屋にお迎えしたりとか、お客さんみたいにどうぞ来てくださいじゃなく、神様ってここに来るもんじゃなくね、神が見てくれてて、多分ね、あっちゃんの中では神さんっていうのはね、シムシティしてるプレイヤーみたいなもんやと思うね。で、もうここに、自然災害、ドーン、ドーンって、まあそんな、いや、不謹慎やね、ごめん、怒られるわ。まあそんな感じに、こいつ、中村あっちゃん、はい、こいつ、足の指骨折ボタン、ポンって押して、あ、足の指折れちゃう、去年ね、足の指折れてんけど、足の指折れた。そんな感じに神さんがやってたり、あ、こけそうやな、助けたろう思って、はい、ヘルプボタン、ポーンみたいな、そんなんが神さんやと思ってるから、お家に来るね、もう見えてんのね。だから、そんな感じやってあっちゃんの中では認識してるから、神さんがいつもここについてるとかじゃない。みきちゃんは、神様と、あれは違うからね、なんだ、魂は違うから、神様っていうのはあっちゃんの世界を作ってくれてる人、この人にお金あげよう、ポンってお金ボタンを押してくれてるとか、そんな感じが神様と思って、で、魂、ミキちゃんみたいな魂はあっちゃんの体に入ったりとか、魂で入れ物がないから入れ物じゃないところに近くに来てくれたりしたり、あっちゃんの体に入って一緒にこうなんかしたりっていうのが魂やと思ってるのね。で、別に、だから汚いから、あ、こいつ汚いからこいつには罰与えよう、ボンってなって神様はせえへんと思ってる。はい、なんか大丈夫です。はい。あと、汚れたお部屋で神様配信されても説得力があるように私は感じません。お話ね、同調してくれて受け取ってくれる人もいてんのね。で、同調して受け取られへん人もいてんのね。それは、人それぞれやからね。受け取ってくれる人にだけ受け取ってもらえればいいです。別に万人向けな放送でもなく、みんなにね、
こうやってなんていうのかな、あっちゃんの話を信じてねとか、あっちゃんの話をしっかり聞いてねなんていう放送じゃなくね、テレビも一緒で、YouTube も一緒で、みんなのチャンネルも一緒で、自分で選んでこのチャンネルを見てくれてるから、選んで見てくれた人が同調していいなと思ってくれたら感じてくれたらいいし、あ、これ違うわと思ったら別に聞いてくれなくてもいい。それが、見る側の自由やってあっちゃん思ってるからね。うん、だから別にメロンさんが、そう思わへんかったら思わへんで大丈夫です。思ってくれる人がいてるんで、その人たちにだけ伝わればいいと思ってます。はい。女装癖と性同一性障害は全く別物です。ご存知でしょうか？メロンさんご存知でしょうか？あっちゃんね、もうかなり前やねんけども、LGBT おねえ、おかま、なんかそんな感じのタイトルで、動画出してんの。LGBT、まず、おかま、おねえ、全く別のもんです。で、性同一性障害、全く別のもんです。で、その性同一性障害っていうのも LGBT って言って、レズ、G、ゲイ、B、バイセクシャル、で、T、トランスジェンダー。そのトランスジェンダーとなっていうのが性同一性障害っていうくくりになったんだけど、その性同一性障害でも MTF、FTM って言って、MTF は、メールトゥフィメールか、男から女に、FTM、女から男にっていうね、そういう、性の、違和感を持った人。で、その中にも、その動画でも詳しく言ってんだけどね、もしよかったら覚えてたらリンク貼ります。見てください、下の、ね、説明欄で。MTF、男の子の体を持って心が女の子でも、男が好きな人、まあ正常っていうんだけどね、と、女が好きな人、レズっていうんだよね。男の体持ってんだけど心は女の子が、女の子の好きな人はレズっていうんだよね。で、バイセクシャル、男でも女でも両方好きになれる人。ね、で、全くダメっていう人もいてるからね。一くくりにできへんの。みんな一くくりに従うね。人間って、スマップの世界に一つだけの花も一緒だけど、なんかみんなをこう比べたがったりね、それを区別したがんねんけど、一人一人また違う顔持って、顔というか色持ってるから、全くそれを何かの部類に入れるのは不可能なんです。はい。うん。そういうことなんね。結構みんなね、なんだかんだ言って性同一性障害や女装癖やとか言う人に限ってね、偏見が多い人が多いです。もう少しね、広い心で見てください。だからね、男、女って分かれてる時点でもう二択しかないのよ。この前もなんかでね、ポケット Wi-Fi、これ注文するときに、男、女しかないのよ。で、これどっちなん？書かへんかったらどっちですかって。心は女です、体は男ですって言って、男って丸、男じゃないですって、そこで揉めて結局、どっちにも丸打たず通したん。うん。だからそこのところももう二つに分けるのは偏見。男、女、その他でもいい。だから中間って書いたら語弊あるし、中間じゃない人もいるから、男、女、その他って書いてほしいね。うん、それぐらいせめてね、配慮は欲しい。で、トイレも男、女あるけど、中間がないのね。多目的しかないから。男、女、男でも女でもどっちでも入れる中間。お風呂でも男、女、混浴って三つ作ってほしいってあっちゃん思ってる。それぐらいやっぱりね、最低でもね。うん、だからその中でもダメなんかいっぱいいてるからね。ってあっちゃん思います。はい、ね、はい、だからはい、だとんだごめん、長らくお話して、頭が良くない人、自分でおっしゃっていたのでが例え話をすると分かりにくいので、例え話、ごめん例え話したっけ、今もししてたら聞き逃しておいてください、ごめんね。はい、で次、ママンヨンさん、チャオチャオ、あっちゃんの動画時系列がバラバラで少し見にくいわ。せんね、はい、特に今ねネット回線が不良やったりするんで、時系列系で上げられへんのよね。いつも自分でやってても時系列バラバラになったりするんだけど、でやっぱりそのあっちゃんの動画ってね、基本ね1日の動画を時系列上げてるんじゃないね。基本ね、朝ごはんは朝7時、昼ごはんは昼12時、で晩ご飯は夜6時ぐらい、時々ずれます。はい、で、それはほぼ前日の朝昼晩ご飯で、その間に入ってくる、9時とか10時半とか9時、10時、11時とかその辺に入れる動画は、だいたいお話動画とかドライブ動画とかそういう系を入れてます。で、3時とか、1時、3時、多いのが1時、3時、あと4時、5時とかに入れてるのは、だいたいね、1時に入れるのは、
昼ご飯のデザートとか、あと昼ご飯の後にちょっと雑談入れたり、言うたら昼休みがずれて入る人とかいてるでしょ。12時、1時から始まるんじゃなく12時半から1時半までの人の1時で見てもらうためにそんなん入れてます。お話かとかそんなん入れてみたりで、3時はだいたい基本おやつを入れてます。で、4時、5時は、4時はおやつ2ついた時に4時に入れたり、5時はプレゼントもらったりとか、あとまたお話入れたりとかね。だからちょっとね、早くお仕事終わって帰る人用に5時になんかちょっと見てもらえるような動画入れてます。で、19時は、前日の晩ご飯の後のデザート入れてます。で、あと8時、9時、10時、11時、その辺の枠は自由、なんかいろ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 あったこと入れるのね。ドライブ入れてみたり、オフ会入れてみたり、お話入れてみたり。ほんで9時は、前ね10時にお休みやっとったけど、もうちょっと早い時間にしてくれって言ったから、9時は絵本の読み聞かせの時間かなにしてるとはずで、ない日は違うこと入れてるのね。で10時はまたお話動画だから、その日の寝る動画はあげたけども、寝る前に見てもらったらいつもいいけど、早く寝る人のために9時用に入れてるから、9時に入れてるから、10時はお話入れたり、質問を返し入れたりとかね、告知入れたりとかで、11時はささやき入れたりとか、寝る前お話入れたり、まあそんな感じだからね。時系列で見ると日にちごとに時系列になってることがあったりすんねんね、見にくくてごめんね。1日1本とかやったら時系列でこう入れてったけども、そんなんで追っつかんぐらい動画撮っちゃってるから、1日10本近く上げるから、あんまり時系列になってないことが多いねんね。そうなんです。はい。で、時系列にまとめて、再生リストっていうのがあるんでね。その再生リストにご飯やったら、朝ご飯やったら朝ご飯用で、昼ご飯と夜ご飯はもうまとめてあっちゃんズキッチンに入れてたりとかで、ね、あとおやつ編とかカップ麺とかって再生リスト作ってるから、そこはね大体時系列ぐらいになってると思う。でオフ会動画なんかでも 1,2,3,4,5 って書いてあるから、そのナンバリングしてあるから、そのナンバリング追っかけてくれたらいいん でそれも、オフ会はオフ会のフォルダーとか、ドライブはドライブフォルダーとかね、再生リストに入れてあるんで、その辺また見てください。はい。そうやったら分かってくれるかなと思います。はい。で、ママンヨンさん、コバさん、あ、コバちゃん、あれ？コバちゃんのコメントがないんでよくわからない。はい。あ、ぶら下がりダメだって言ったらルールは、あ、そう言ってくれたからコバちゃん消してくれたんや。あ、はい。そういうことです。今回ね、ぶら下がりとか横やりは禁止や、基本禁止って言ってたんでね。はい。よろしくお願いします、ね、この動画見た後また質問くれる人、質問に、ぶら下がる人、ダメです。よろしくお願いします。はい。で、ちゃんぽつおはねさん、芸能人の誰かに似てると言われたことありますか？子供の頃は必殺仕事に出てた光一平君に似てるって言われたことがあった。で、学生時代におにゃんこクラブが流行った頃に城之内さなえさん、さなえちゃんに似てるって言われた。で、その後ね、大人にバブル崩壊したぐらい、じゃあもうちょっととかぐらいか、瞳多分髪型やと思うねん。髪型とね、いつもストレートじゃないわ、スリムのパンツにピタッティとか着てたから、なんか瞳に似てるって言われて、似てない気もするんだけどね、あっちゃんは。言われたこともあった。あと誰だろう、芸能人で。ああ、そうや。あとね、芸能人で例えられたのが、あと誰に似てる言われたかな。なんかね、そうそう、この前ね、アメリカ、外国の女優さん、名前忘れたけど、誰かに似てるって言われた。あとはね、あとはなんだ、時々ね、前田のあっちゃんに似てるって、あっちゃんは似てないと思うよ。あっちゃんはあっちゃんはややこしいけど、あっちゃんは前田のあっちゃんに似てないって思うねんけど、ようね、コメントとかライブとかで言われる。似てないと思うねんけどね。そんなこと言ったらファンの人に怒られます。はい。いつもそんな言うねんけどね、そうやって返すねんけど。で、佐々木のぞみちゃんに似てるって言ってくれた。いや、絶対似てない、似てない。あんな可愛くないです。はい。それは自覚しております。はい。あと誰やろう？なんかいろいろ言われた。で、
あ、子供のちっちゃい頃ね、そうそうそう、ちっちゃいちっちゃい頃ね、3代目か2代目か3代目か忘れたけどのケーキ屋ケンちゃんに似てるって言われたわ、はい、まあそんなのでもいいね、はい、まあそんな感じです、はい、SSS さん、横やり禁止ってポロサックスのことじゃーんって、でそれは質問じゃないんで質問以外ダメですって、あのごめんなさいって言ったはずです、はい、ごめんね、質問じゃないねんけど一応答えときます、はい、禁止です今回、ね、この動画見た後また質問くれる方こういうの一切禁止です、よろしくお願いします、はい、ってことでタイマーが鳴ったんで次で終わりましょう、乱れちゃん、もう一つ、どうしてもどうしていつもポロサクさんの暴走を止めてあげないんですか、あんなにコメ欄で暴れていたらファミリーさんたちもアンチコメ以上にいい気分しないのでは、ね、別に暴走してるわけでもなく、うん、コメ欄で、ひどいコメントをしてきたらひどいって言っても当然やと思う、うん、で、ここあっちゃんのコメ欄やから、あっちゃんに対して批判的なコメントを見て、嫌だっていうコメントも自由です、ね、でもあっちゃんのことに対して文句言うことに対して文句言われても当然だから自分の発言に責任持てへん人はやっぱり気に入らんのかなと思う、うん、だからあっちゃんファミリーの人ね、ポロサクさんが嫌やとかポロサクさんのコメントをねどうにかしてくれって言ってきた人が誰もいてないのよまだはい、いたら考えるかもわかんないけどねそういう人一切いてないっていうか、ポロちゃんね、あっちゃんファミリーの中で人気者なんです、はい、なんかね、まあね、みんな視聴者さんやからね一緒やねんけど、別にそれで分けたりとかだからってその切ったりとか貼ったりはせえへん、切ったりせえへんけども、ねやっぱりね、批判されて気持ちいい人はいてないのね。で、逆にね、本人が嫌なコメント以上にね、あっちゃんを応援してくれてる人が見て嫌なコメントに嫌だっていうのも自由やからね、うん、逆に言ったらあっちゃんのことをひどいこと言ってくるコメントを消したり切ったりするのもあっちゃんの自由やけど、それに対してそのコメント嫌だよっていうのも自由です。ただあっちゃんを応援してくれてるコメントに対してひどいこと言う人はあっちゃんバッサリ切り捨てます、うん、それはあっちゃんねるですから、はい、ということでこれからもそういうコメント欄でよろしくお願いします、はい、だから、アンチとは言わへんで、あっちゃんに対するね、アドバイス的なものもねちゃんと受けさせてもらってます。で、できへんものはできへんし、できることは変えたりしてんねんけど、それに対して言ってくれるのは嬉しいよ、いいこと言ってくれるんだけど、言い方っていうもんがあるでしょ。その言い方に対して正されて嫌だと思ったら言い方変えりゃいいし、いやそんなんもいらんねんと思ったら書かんだらいいだけのことやし、書いて嫌な気分するやったら書かへん方がマシやからね。だからあっちゃんはやっぱりあっちゃんのことを応援してくれる人と、あっちゃんのことを批判する人やったら応援してくれる人方がやっぱり嬉しいし、でも一概に全部批判とか思ってない。コメント欄読んで、ああそうかと思って、それに対して視聴者さんがね、あっちゃんのファンの人が、いやこれは嫌だ、批判的な意見やと思って文句言う人も出てきても当然やと思う。うん、それが世の中の常でございます。はい。ということでね、今回また長くなっちゃうんで、この辺で止めたいと思います。今何分？あ、でも30分超えてる。はい。では、またね。バイバイ。